はい、皆さんこんにちは。今日もレールグレードやっていきたいと思います。今日はリージョン15ですね。前回ちょっとパズル要素があるところをクリアしただけでしたので、今回こちらの方をやっていきたいと思います。メインタスクは中谷製ジェットコースターを建造せよということで、輸送済みが 0% ですね。ジェットコースターの大規模プロジェクトを完成させ、中谷化学の契約を守りましょうと。大規模プロジェクトの完成には膨大な量の資源が必要になります。まずコンクリートのようにシンプルでありながらも大量に必要となる資源の生産チェーンを作ることから始めましょう。まずはコンクリートを作れと。そして得た資金を使ってより複雑な規格部品や鋼鉄の生産チェーンに投資開発を行うのですということですね。さあ、ということで、まずはコンクリートとかを作れと言っていますので見ていきましょう。まずコンクリート工場がこちらに2つですね。両方レベル0です。遊園地の方は必要なのはコンクリートが512、そして鋼鉄が256、規格部品が128と、こんだけを納品すれば終わるみたいですね。はい、ということで他のやつも見ていきましょう。油田、水、コンクリートはちなみにシリカと水ですね。シリカは右の方にあるのかな。あ、シリカのラインが出てないってことはシリカも自分で作らないといけないのか。こちらですね、シリカがめちゃくちゃありますので、ここから持っていくということですね。さあ、これでまあ水とシリカでコンクリートはできますし、次はなんだ、次は鋼鉄か。鋼鉄製を作らないといけないと。金型工場はプラスチックから規格部外品か。鋼鉄を加工するところはないのかな？そんな感じですかね。さあ、ということで、鋼鉄を作る製鉄所的なのは自分で作らないといけませんので、こちらの方も作っていきましょう。ここに炭と鉄がありますので、これの合体でいけると思います。金型工場は最後プラスチックか。プラスチックは原油ということで、なるほどね。こういう感じでいくということです。では、ちょっと組み立ててみましょう。さあ、説明であった通りですね。まずシリカを大量にですね、こちらコンクリート工場に運んで、コンクリートを作ろうと思います。水の方もここから確保することにしました。で、遊園地の方はコンクリートがとりあえずたくさん必要ですので、まずはコンクリートからいっぱい作っていこうと思います。さあ、こちらの方はちょっと上り坂がきついんですが、おそらくこれでいけるのかなと思いますので、ワークホースを大量に、送り込んでいきたいと思います。よいしょ。さあ、これを何台だろう、いっぱいとりあえず送っても大丈夫だと思いますので、とりあえず4台かな、混んでおきましょう。次に水ですね。水の方もワークホースで5個積んだのを2台ぐらい走らせておこうと思います。まあ2台でも全然、水のところがいっぱいありますので、そこまで減らないかな。ただ、コンクリートの場合はシリカが2に対して水は1で大丈夫ですので、まあ、シリカの方がたくさん必要になるということですね。さあ、人の方も上がってますが、まあ、アップグレードはまだできませんね。してもいいんですが、どうだろう。シリカが8個までしか入らないということと、あと少しですね、なんだろう、生産が遅いのでアップグレードひょっとしてした方がいいのかな。さあ、ここらシリカ6入ってますね。1個だけとりあえずアップグレードしてみましょうか。さあ、コンクリートができ始めましたので、コンクリートの方もしっかりと入れていきましょう。さあ、こんな感じですね。電気もできたら欲しいところですが、今電気を入れるような余裕はありません。シリカいっぱい運んでますので、お金の方は結構儲かりますね。さあ、こちらの方でコンクリートの方を輸出しましょう。遊園地まで持っていけばいいだけですので、これ2階かな、2台ぐらいで行ったら大丈夫かな。さあ、これで積む。
さあ駅に降ろしたぐらいでもう一台を走らせましょうか。さあお金の方はかなり利益は高いですね。よし、さあもう一個コンクリート行きましょう。コンクリート64です。さあこれでまだコンクリートの方は大量にありますね。ここシリカとか入ってない場所もあるので、まあ徐々に入れていけばいいかな。こことかもまだですね、ありますね。コンクリートの方生産できてます、3個。さあこんな感じでしばらくはこれでお金を稼ぎなさいという話でしたので、これで少し稼いでいきましょう。やばい、コンクリートの生産が追いついてない。シリカがもっとあってもいいのかな。シリカが少し足りない気もしますね。ということで列車のコピーを置きましょう。ここは大丈夫かな。バックホースで登れますね。荷物が何もないので楽勝で登っていってます。さあこれで OK。 さあどんどんシリカの方を入れてコンクリートを輸出しよう。水の方は水も若干少ない気もしますね。今2台ですが3台でもいいかもしれん。3台目いきましょう。さあコンクリートの出来がちょっと弱いな。さあでもシリカと水も入ってないので、まあこんなもんなんですかね。では少しこのまま見てみましょう。さあ徐々にお金が貯まってきましたので、次は鉄ですね。製鉄所の方を建てないといけない。これは石炭とこちらの鉄鉱石があればいいので問題はないです。さあこれをどこに建てるかだよな。鉄と何だろう、石炭の中間ぐらいがいいかなと思うんですが、どうだろうな。あ、ここいける。ここがギリいけますね。うん、これだと結構早くいけそうですかね。よし、ここにしよう。さあ、鉄鉱石も一応あるにはあるので、うん、こっからもう引っ張ってしまうか。さあこのパイプは避けれないみたいですので、ここを通らないようにすると。普通にとりあえずは作っていきましょうか。また、うん、どっかで何かおかしなことになったらまた考えよう。よし、これも、全部ギリギリまでやってしまったのかな。これだと曲がれないのでダメですね。1個削って曲げていきましょう。よし、こんな感じですね。よいしょ。さあ、あとはこことつなげるだけと。高さも若干あるのかな？高低差ありますね。まあ、ただそこまでは問題がないと思います。どっちがいいかな？乗せて、こう下って降りてるのか。下らずに降りた方がいいかもしれないな。ここはちょっと一旦取り壊していきましょう。この高さでそのまま行けるようにしていきます。さあ、どうだ？こんな感じかな？うん、一度も降りずに行く感じで行きましょう。さあ、若干高いぐらいなので、まあ、これで普通に行けると思います。さあ、こちらの方はどうだろう？後ろにつけていくことを考えて、ここに作っていきましょう。おっとっと。さあこちらの方に駅を作っていく。345と何個必要かな、何台分必要でしょうかね。12345と、とりあえずこれでいいか。深いんでそんなにいっぱい必要じゃないかもしれないな。さあとりあえずワークホースで鉄5個運びます。次にですね、こちらですね、炭鉱の方を作っていきましょうか。これはどうしよう。ここら辺のにもいっぱいあるので、一段高くすればいけるかな？いけないか。もう一段高くしないとダメみたいですね。2段高くしていきましょう。パイプはこれで通り抜けれるということですね。よし、これで OK。さあ、ここら辺では曲がっていく。施設の方ちょっと確認しましょうか。どれぐらい入るかな。ここ2個は入らない。ここで伸びる感じですね。ということでこのパイプラインぐらいで曲がるとちょうどいいんですが、こんな感じかな。
さあここで行けるかな。さあここから行ってここを通っていくと、こんな感じですかね。あ、すごい短いな。やばいぐらい短い。こんだけで回っていけということか。これなら1台で十分なのかな。 1,2,3,4,5 と、こちらの方もどこら辺だろう。 1,2,3,4,5。 よし、これはすごいな。これは短い、かなり短くていけますね。よし、これで OK。 施設の隅もちょっと作っておきましょうか。2つ3つぐらいとりあえず置いておきましょう。さあこれで鉄と石炭が入れば OK ですね。石炭はかなり短距離なので早く入る可能性があります。なんだったらこれをさらにもう1台走らせるという感じですね。製鉄所どうしよう、アップグレードしとくか。さあこれで OK。 あとはこいつを運べば問題なしですね。ここは通れる？通れない。通れませんので、下をくぐっていくか。下をくぐっていって曲げてあると。さあこちらの方もちょっと上になるかもしれませんが、やばいな、ぐちゃぐちゃだ。少しここら辺と整えながら行きたいと思います。さあこれでですね、鋼鉄の方か、鉄鉱石じゃなくて鋼鉄の方が輸出できますので、これを持っていきましょう。さあこれも2台ぐらいで持っていけばいいかな。鉄鉱石の方がちょっと足りませんので、鉄鉱石の方を作っていきます。よいしょ、どんなもんかな。これ3つぐらいあればいい感じでしょうか。よいしょ。さあこれで鉄鉱石の電車をコピーして貼り付けという感じで、これもうちょっと持ってってもいいかな。3台ぐらいにしていきましょうか。さあこれで輸出すればお金がガンガン手に入るはずですね。さあこれでコンクリートは今のところ512のうちの174、鋼鉄も入りましたので、少しお金を貯めてですね、次はプラスチックの方を規格部外品に変えていきましょう。さあここでですね、ちょっとコンクリートの製造が遅いので、促進剤の方の電力を作りたいと思います。まあそんなにたくさんはいらないと思うので、まあ、軽めでいいと思うんですが、こちらですね、どうしよう、ここまっすぐちょっとずれたな、ずれましたが3つぐらい、おそらくこんなに油田の方も使わないと思うので、こんなもんでいいでしょう。ここから5個ぐらい持っていく感じにしよう。3,4,5 と。さあこんなもんでいいでしょう。これの往復で石油を運んでもらって、こちらの方で電気を作っていきたいと思います。お金の方ガンガンありますからね、しっかりと貯めていけば問題ないと思います。よし、これでいきましょう。5個ですね。さあこれで OK、5台入れます。でできた電気の方を少し回していくという感じでいいかな。さあできた電気どうやって回すか、水があれば促進剤としてもう少しいく。さあお金もあるし、いいや、アップグレードしちゃえ。さあこれでできた電気を持っていきましょう。どうしようかな、ちょっと悩みますね。3つ分かからないといけないので、どうしよう。ここら辺どからならいけるかな。これも往復で問題はないと思うんですよね。さあちょっと、なんだろう、いけない場所が多いのかな。変な風に曲がってしまいますね。まあいいか、曲がってても問題ないので、とりあえず行こう。これで行きます。さあ持っていくのは3台ぐらい分ぐらいでいいと思いますので、とりあえず3つ入れていくと。さあ電気の方まだ2つということなので、こっから入れていきましょう。さあワープホースで電気3つ、これぐらいで十分でしょう。さあこれで促進剤も入ってコンクリートの生産少し早くなると思います。なんだったらまあレベル上げてもいい感じもしますね。さあ鉄の方はどうだろう、鉄の方は順調でしょうか。石炭の方が少し取れなくなってますね。回転が早いので、あれか、
在庫がないんですね。なので、こちらの方の炭鉱の方をガンガン作っていって、しっかりと補充してあげましょう。こんなもんかな。6個ぐらい増えましたので、これでいいのではないかな。さあ、これでとりあえずは様子を見ていこう。あと1個ぐらいはレベルアップしておきましょうか。さあ、これでどう？水入り出しました。あ、電気か、電気入り出しましたかね。少し早くなってきました。コンクリートの生産早くなってきましたので、まあ、こんなもんでいいでしょう。ここはさほど電気の方使えませんね。まあ、もしどこか他でも使う機会があればこれを使っていくという形にしたいと思います。さあ、これは水か。では次にこれですね、プラスチック工場の方を作っていかないといけない。どうしよう、この油も有効利用しようかな。そうなるとどうしたらいいんだろう。ああ、こっち側にもありますからね、少し悩むところですが、油の製油所、あとこの向きですね、アンテナの向きちょっと考えないとダメですね。アンテナのところで線路が二重にできたりできなかったりなので、少しここら辺では回していきます。どうだろう、ここならいけるのかな。6個通るか。ここら辺度にしていきましょうか。線路は高さでは、やばいな、通らないかもしれない。よし、これなら通りますね。ここまでいける。ということで、ここから、やばい、曲がらない。曲がらないぞ。さあ、こっちは曲がるんですね。OK ですね。プラスチック工場はここなので、少し高さがあってもいいかな。少し下げてもいいか。少し下げましょうか。こんな感じで登らないといけなくなりますが、まあいいでしょう。さあ、ここのところを2つとりあえず行く感じですね。ああ、そうか。プラスチック工場別にまだ作っても問題はない。まあいっか。とりあえずこんな感じかな。さあ、ここで、どうしよう。ここからの逆に伸ばしていくことにしましょうか。ここですね。水の工場を飛ばすと。で、少し下げながら、ここと合体させていきましょうか。よし、こんな感じですね。どうだろう、高さも本当は揃えた方がいい気もしますが、まあ、いいでしょう。さあ、こちらの方は2車線にできないので気をつけないといけないな。よし、こんな感じかな。2、4、5個ということで、ここで飛ばしましょう。さあ、ここも1、2、3、4、5ということで人を割り当てると。よし、こんな感じですね。さあ、あと30分ということで、これどうしよう、山登りかな。山登りで5台いきましょう。さあ、ここちょっとな、やっぱ2車線にした方がいいかもしれませんね。1個だけだとちょっと原油があんまり運べないかもしれませんが、まあ、とりあえずこれで進めていきましょう。プラスチックの方ができ始めましたので持っていきましょう。こちらは特に段差もないので、こちらを使ってみようかな。まだこれ使ったことないんですよね。高速車両使ってみましょう。あ、早いな。確かに早い。かなり早いですね。さあ、これを積んでいくと。さあ、これのコピーを作っていきましょうか。ガンガン作っていきましょう。お金の方はあるので大丈夫だと思います。さあ、あと25分でどれぐらい入れないといけないんだろう。もうコンプリートはほぼ入ってる。規格部外品をいっぱい入れないといけないということですね。プラスチック工場は多分ありますので、もう1個か2個立てても問題ないでしょう。よし。さあ、こちらの方に人を入れていくと。さあ、あとは今規格部外品を作っていますので、そちらの方をしっかりと、この中に入れていくルートを作っていきましょう。さあ、どうだ？これで1個。かなり遅いな。かなり遅いですね。さあ、こっ
からは2段にするかな。そうですね、2列目にしてここを通っていきましょう。ここのラインでいきたいと思います。さあここもさほどあれかな、特になんか曲げたりとかしなくてもうまいことくっつきそうな感じですので、入れていきましょうか。さあできてきた規格部外品を入れていきましょう。こちらはまあ普通のやつでいいでしょう。よし、これを2回ぐらい走らせれば問題なく出来上がると思います。さあここまで来てさほど問題はないですね。こんな簡単な感じでいいのか分かりませんが、原油の方がちょっと足りないかなという気はしますね。原油の方入れていきましょう。もう1、2台入れても問題はなさそうです。よいしょ、原油の方出来上がってますね。少しアップグレードしていきますか。さあこれで生産量に関しては問題ないと。鉄の方はどうだろう。鉄の方はどうでしょう。いっぱい入ってますね。なんならここさらにアップグレードしてもいいぐらいだな。やばい。そして鉄の輸送が全然、間に合ってませんね。ここ2車線にしてダブルで行きましょうか。よいしょ。さあこちらの方もちょっと行く。ああやばいな、結構詰まってますね。さあそしてえらいことになってる。よいしょ。さあこちらの方はいけませんのでなんとかしていきます。さあこちらの方ですね、あとはもうコンクリートは自然に入ると思いますので規格部外品を作っていけばいいだけみたいですね。さあちょっと急がないといけませんので、こちらは高速列車で行きましょう。かなり気持ちいいな、高速列車かなり気持ちいいのでガンガン走らせていきたいと思います。さあ上の方はこちらのコピーで OK。 さあこれで OK ですね。あとはどうだ、原油が入ってないのか。そうですね、こちらの方を入れていかないといけませんので、ここら辺も2車線にして入れていくか。さあこちらの方が、こっちが入らないんだよね。そうか、こっちが入りませんので仕方ありません。原油工場を作っていくか。さあこちらの方を通して少し高さを合わせましょう。それでここに入れると、ちょっといびつな形になってしまってますね。これだと駅が置けないぞ。さあここら辺とちょっと直していきます。さあここからさらに1個高くして持っていけばちょうどいい高さかな。接近して見てみましょう。もう1個か、もう1段行かないといけない。さあこれで伸ばすと。さあこれでいいでしょう。石油の生産工場をこちら側に立てていけば入るかな。 OK ですね。ここら辺でも入るかな。さあこれを1,2,3,4,5 で引き続き行けば大丈夫そうですね。こっちの方も必要か。こっちの方もありますよね。よし、さあ、あとちょっとだ、頑張ろう。ここを変える、自由になってる。ここを変えていく、こっちも変えていくと。何台走ってんだろう。よし、ここを変える、こいつもかな、こいつも変えていきましょう。さあこれであとはこれをコピーしていけば OK。 さあどんどんコピーしていこう。ガンガン持っていきましょう。原油の方はあるかな。アップグレードしていけば大丈夫そうですね。お金もめちゃくちゃありますからね。よし大丈夫、よし大丈夫だぞ。さあ持っていけ、お金を持っていけ。レベル1レベル3ですね。こんな感じでいいでしょう。あやばいやばい、ここ駅がなかった。3,4,5と。さあこれでどんどん原油の方が入っていきますので、大丈夫じゃないでしょうか。生産の方追いつくかな。さあ原油の方もうちょっと送っても問題なさそうですね。さあどうだ、処理しきれる、しきれないか。それともプラスチックは全然できてない、こっちの方が問題ですね。
さあ、ここも入ってるけど金型工場はあれかできないんですね。この電気が余ってるのでここのやつをもらってきましょう。さあ、お金の方はあるぞ。ガンガン使っていきましょう。ここら辺度でこっちに入れる。さあ、これで1,2,3,4 ここずつ持っていくか。 1,2,3,4,5 と。さあ、ここも高速車両使いましょう。 1,2,3,4,5 と。ちょっと高速車両乗ってみようかな、これ。次のカメラ、前のカメラになってしまった。さあ、運転席から覗きたいところですが、これでどう？これか。これですね。かなり速いはず。さあ、乗ってても楽しいかな。わ、速い速い速い。加速したらめちゃくちゃ速いな。おお、速い。さあ、そして到着ということですね。さあ、これで電気の方が入りました。さあ、これで生産能力がアップしますので、これをどんどん持ってきてもらいましょう。さあ、プラスチックの方はどうかな。プラスチックの方、原油が全然入ってないな。生産の方が早いのかな。さあ、結構な数入っていますが、全然入る様子がありませんね。あ、でもプラスチックはかなりいっぱいできてますので、プラスチックの方をもっと運びましょう。よいしょ。さあ、プラスチック運ぼう、もっと運ぼう。さあ、生産の方がちょっと追いついていません。さあ、ここも少し高くして引っ張る。ここに水を作って、水からちょっと取っていきましょうか。生産施設ポンプ場ですね。 1,2,3 個ぐらいあれば十分でしょう。さあ、こちら5個と。ここも 1,2,3,4 個と。もうお金の方はめちゃくちゃあるので、早いやつでいきます。よし。さあ、水も入れて頑張れ。さあ、あとどれぐらいだ。数的には企画部外品を62ですね、入れれば終了ですので、このまま待ちましょう。さあ、こちらの方も、あとはプラスチックの方をかなり運ばないといけないので、2車線にして対抗していきましょう。さあ、こんな感じかな。もう他には余ってるので、もっと運んでも良さそうですね。ガンガン運びたいと思います。こっちの方もですね、2車線にしてありますので、ガンガン入ってくると思います。ちょっとこれアップグレードがねできないのがかなり痛いですが、どんどん持っていって変換してもらいましょう。あ、プラスチックも4つまでしか入らないのか。まあ、これはこれで仕方ありませんね。電気入れてるので、このまま、頑張ってもらうしかありません。さあ、どうだ、あと何個でしょうかね。あと12個入れれば大丈夫そう。あ、これ遊園地ってひょっとしてどんどん出来上がってきてるのかな。あんまり拡大して見てませんでしたね。ちょっと失敗しました。いやー、材料入れながら、ひょっとしたらこれ大きくなってたかもしれませんので、しっかりと確認すればよかったと思っています。さあ、あと 99% になったので、こいつが入れば終わるのかな。これか、その次のやつが入れば終わりそうですね。さあ、どうだ、ドーン。あ、まだですね。あと1回か。あと1回入れば終わるということで、まあ、ガンガンプラスチックは運ばれていますので、うん、問題はないですね。そして、今まで使いたかったのに使ってなかった、この速い電車ですね。お金に余裕があるならかなり楽しいですね。見てても面白いですよね、この速さだと。さあ、これを入れて終わりかな。さあ、どうだ。よいしょ。はい、終わりましたね。さあ、こっからはどうだ、他は何か言われたりするのかな。はい、大丈夫でしたね。はい、ということで、こちらの方は12分も残して S ランクでしたので、まあ、さほど難易度的には高くないと思います。それではまた次回この続きやっていきたいと思います。皆様ありがとうございました。